はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。スーパーロボット対戦 V 続きをやっていきましょう。次は第9話になるんですけれども、その前にボーナスシナリオですね、ちょっとこちらの方をやったのと買ったので、見ていきたいんですけれども、まあちょっとね、あのステージ自体は見ていかないです。バリアフィールドはちょっと最初の方にやったかな。で、今回誓いのスカルハートをやって、マルチセンサーとかフォースリアクターとかソルジャーメダリオンとか手に入れました。ちょっとまだ効果何なのか見てないんですけど、あと男たちの戦場で高性能レーダー、ハイブリッドアーマー、オールディフェンサーで、次は12話クリア後にできますね。とあと初回特典のスペシャルスターターパック、これねまだもらってなかったんでもらいました。 V サーキットと量子型コンピューター端末と、このボーナスシナリオを全部フルで買ったので、フルパック購入プレゼント V ですね、これをちょっともらっていきましょう。なんかいろいろ入ってるみたいなので、メガブースター補助 EOS、高精度センサーシステムハロ、量子フライホイール、スーパーリペアキット、アウラの加護、バイタルダウン、なんかすんげっぱんな。ボーナスシナリオのフルパック購入ありがとうございました。そのお礼のプレゼントです。どうか受け取ってください。ということで、フェアリーブレス。もうなんかいっぱいあんね。これは1、10、100、1000、万、10万、30万。タックポイント3000。タックポイントがね、めっちゃ手に入ったんですよ。だから。今ね、タックポイント5994、6000近くありますね。で、あと、ちょっと強化パーツ見ていきましょう。まあ、メガブースターはいつもの。補助 EOS が運動性か。で、マルチセンサーは、照準。高性能レーダーはプラス1でしょ。で、センサーシステムが、照準値プラス射程値。で、ハロは、まあ、いつもの通りの感じがめっちゃ上がると。ハイブリッドは、これでしょ。で、量子フライホイール、エネルギーか。ああ、いいね。これ、ゲッターにつけたいな。オールディフェンサー、レンタゲ補正とプレスメント無効化。あ、レンタゲやっぱあるんだ。で、バリアフィールドも装備。お、すごい。精神耐性も不可と。V サーキット。移動力プラス1、攻撃力200、射程プラス1か。これもすごいね。で、スーパーリペキットは多分いつもの通り、アウラの加護。SP100 回復。1マップにつき1体バイタルダウン、脱力かけられるんだ。でも1回だけか。脱力はねちょっと何回もかけないといけないけど、まあ1回分だけでもあれば役に立つかな。フェアリーブレス、祝福をかける。あー、いいね、すごいねこれ。で、フォースリアクター、出撃時にプラス10気力、気力上限プラス30、他のパーツは重複しない、量子型コンピューター端末、あらゆることの発生確率プラス 10% 有利になる。EXC レーザー。ああ、さらにカウントプラス1か、なんとかポイントが。なるほどね、かなり役立つものが入ってますね。まずは、じゃブラックゲッターに、どれだっけな、量子フライホイールだっけ、これだ、これをつけましょう。あと、エネルギー食うやつ。グレートマジンガって何気にあんまりダメージじゃなくて食わないからね、エネルギーは。ちょっと、ヤマトを考えよう。ヤマトはね、この祝福を持っておこう。で、あとは、一応脱力もこいつにつけておくか。で、主人公機。デュアルセンサーはいらないかな。そうすると V サーキット的なものがいいよね。めっちゃ強くなるな。バリアフィールドもね、主人公機どっちかっていうと避けるタイプだからな、あんまり使わないっちゃ使わないんだけど、ダブルオークアンタは運動性をアップさせて、高性能レーダー装備させよう。で、ラファエルは移動力が少ないんでメガブースターつけて、まあ、適当にオールディフェンサーでもつけとく。で、F91 もね、移動力少ないからね、ハローつけよう。F91 はめっちゃ好きなんで。で、こいつもね、移動力少ないんだよね、実は。まあ、射程1をつけておきますか。あとは、SP 回復はな、まだ別に熱血とかが使えるようになってるわけじゃないんで、なんか 10% アップさせとく。ヒュッケバイン。ヒュッケバインに、
ここら辺のなんかつけようか。ヒュッケバインって、ディープスラッシャーの110。それだったらグルンガストにつけた方がいいよね。グルンガストに、あ、グルンガストも110か。じゃああれか、グルドマジンガーか。サンダーブレイク120だもんね。A アダプターがいらないな。あとは、まあこんなもんでいいか。グルンガストか。グルンガストハイブリッドつけて、カートリッジはいらないから、何かある？これでもつけとく？よくわかんないけど。じゃあ、第9話に行きましょう。寝てんのか今。俺、死んだみたいです。生臭いようなって何？あー吹っ飛ばされたのか。地球が多いね。いや地球かどうかそもそも分からんか。それとも別の地球かもしれないし。潮の香りと波の音、一面に広がる青、海。ってことはやっぱり元の地球ではないよね。地球違いだな。お、救急車が来た。タツノシン。これ何キャラ？作品的にはね、全然知らないやつとかあるんですよね。スパロボ初登場のやつは基本知らないっす。これは第9話、凪の海かな。日本、東京、旧市街。マイトガインとかね、さっぱりわかんないですね。見たことないんで。本物の大豆。そうか、そういうところだもんな。おかわりはって人んちだろ。
定年退職か。この時代の定年は何歳だろうね。機体はどうなったの？機体はバングレイ。保証人になってくれるって相当だよね。職探し、ハローワークとかあんのかね。でもハローワークってさ、住所登録しないといけないからね。ヌーベルトキオシティ中央公園。そうだね、やはり別の地球か。お、数年前の大きな戦争。遺伝子改造したコロニーの住民、木星に移民した人間の戦争と異星人の襲来、特権階級。どれが何の話を指しているのかさっぱりわからん。遺伝子操作はあれか、シードか。いや、この世界の方がいいからね、だって。攻撃？わからん。大阪、何なんだあのロボットは。ウォルフガンク部下。いや、なんだ、何ネタだ、マジでわからんぞ。ウォルフガング様、ロボット開発の資金とする。電車が変形してロボットになった。あれも電車みたいだな。マイトガインか。全然わからんわこれは。ロボットに変形する電車だと。勇者特急隊。
とか喋った。ウルフガングさん、マイトウィング、あ、こいつ単品で戦うんだ。とりあえずここら辺の工場の上とかって、うん、防御率と回避率上がるね。少しでもちょっと有利なところで戦うか。まあ、敵も登ってくるかもしんないけど、登ってきた。ここが何パーセントだ。あ、プラマイゼロだ。プラマイゼロだね。ここから攻撃しようか。マイティフォーメーション届かね、こっちから届くのか。連携で仕掛けるぞ。ガイ了解。頼りにしているぞ。マイト失敗する。ロックはすでに完了済みさ。これでとどめだ。俺はどうなってもいいから、ロボットは守らないと。そういう感じなんだ。反撃のチャンス。ミサイル発射。何の攻撃だろう。私には通用しない。ショット。ガインショットだと多分2発じゃ倒せないな。2000しか減らねえし。ガインショットプラスさっきの連携攻撃だな。本当の力。出てきた。さっきの強化パーツくれた人じゃん。
お、出てきた。よし、行くぜ。ブーストダッシュがあればいいけど、加速あるね。使ってこう。もう。てことは飛んでんのか。死にたくないのは俺も同じだ。攻撃をしてくれるじゃないか。ちょこまかと動かれると面倒だ。絶対に勝つ。相手の攻撃を見て先を読む。こいつらさ、もう顔からしてやられ役だよね完全に。突撃さ、倒していこう。覚悟はいいか、悪党ども。前から来て、先行して攻撃を取るんだよ。こいつを喰らえ。はぁ、ナイスだ。ダメだ、やっぱり勝てなかった。すげえ小物っぽいセリフがいいね。ランドモジュール。4800のアクション的には4溜まってるから、マルチアクション使ってこっち倒して、犯罪者は私が相手になる。おとなしくしないのなら撃つ。くそ、これじゃ俺ただの雑魚じゃないかよ。いいね、マシンロボのさ、ギャンドラーもさ、なんかすげえ小物感が出ててよかったけど、こいつらもいいね。攻めの気持ちでいくぜ。オルグガング様のロボットがやられてしまう。逃げるなよ。遅いぜ、何もかも。よし、これで終わりだな。平和を脅かす者は私が相手になる。ガインショット。作戦失敗、極貧生活は避けられないすごいね、いいね、セリフがいいね。ヒーローってのついてたな。いや、だからシステムないんじゃないの。
乗るほどのものではありません。登録武装ロボット。お、早いね。とりあえずこいつらだけになっちゃったね。武装を鍛えとく5段階までめっちゃ金かかるけど、主人公機はやっぱりなんだかんだで出撃の機会が多いから。てかさ、さっきさめっちゃ強化パーツつけたのにさ無意味になっちゃったね。まあいいか。スキルルート、そうだよな。だからもうちょっとやっぱり貯めておいた方が良さそうだな。だいぶポイントがあるとはいえ、じゃあそんな感じで第9話これで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。